はい、皆さんこんにちは、もちだです。もっち先生の英文法入門編、名詞の話、今回から3回にわたってお話をしてまいります。全3回の内訳を申し上げますと、まず初回の今回が名詞の形の話、続いて次回2回目が名詞の数えやすさ、そして最後3回目が特定と不特定というテーマでそれぞれお話をしてまいります。それでは今回の名詞の形のお話に入っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。名詞の形、まずは名詞というものがどのような言葉であるのかというところからお話をしていきます。名詞、この用語を分析していきますと、名を表す言葉ということになります。では何の名前を表す言葉なのかと言いますと、物やことの名、物やことの名前を表すということなんですね。そしてこの物やことというものを細かく見ていきますと、今カタカナで書いております物、これに漢字を当てていきますと、事物の物っていう字ですね、それと者という字、この2つの字で書き表すことができます。物はすなわち物ですね。そして者の方は人ということになります。一方のことの方は漢字で書きますと事物の字ですね。こちらは出来事ということです。ここまでまとめていきますと、名詞というのは物や人や出来事を表す言葉ということになります。さあ例を見ていきましょう。人を表す名詞ということで言いますと、 girl、father、student、doctor などがあります。物を表す名詞ということでは apple、book、water、health などがありますし、ことを表す名詞では excellent、concert、game、party などがあります。続いて単数形と複数形の話。英語の名詞を理解していくには数というのが非常に大事になっていきます。英語の名詞には元の形のほかに名詞が表すものなどが数えられることを示す形というのがあります。名詞の元の形のことを単数形と言います。例えばペンソルとかアポのような名詞をそのまま使う形です。そしてもう一つ数えられることを示す形がありまして、こちらが複数形です。例えばペンソルズとかアポーズのように元の名詞の形の後に S のような語尾をつけたりして示します。なお人も数えることがもちろんできますので、人を表す名詞にも単数形と複数形があります。例えば Boy、Boys、Teacher、Teachers のようになります。さらに1回2回と数えることができる出来事を表す場合もあります。ですからこの場合はことを表す名詞にも単数形と複数形があることになるわけです。例えば、party、parties、excellent、accidents のようになります。この複数形というのは、その名の通り、ものなどが2つ以上あることを表します。1つであることを表すには、名詞の前に、これ単数形ですね、単数形の前に、あ、または an をつけます。したがって名詞が表すものなどが数えられることを表すパターンは次の2通りとなります。 A pencil、 an apple のようにあとか an の後に単数形を続けて A an プラス単数形という形にするパターン、そして pencils、 apples のように複数形を用いるパターン、この2通りがあるわけです。なおあと an というのがありますけれども、あの方は子音で始まる名詞の前に、そして an の方は母音で始まる名詞の前に用います。さあここからは名詞の複数形の実際の形を見ていきます。複数形は主に単数形に s や es という語尾をつけて表します。この s や es は単数形の語末の綴りや発音によって変わってまいります。まず一つ目は無声子音で終わる名詞から見ていきます。
この場合は語尾に S をつけまして、発音、読み方が S となります。book, books, cat, cats, cup, cups のようになります。それから、有声シーンとか母音で終わる名詞の場合は、同じく S をつけるんですけれども、読み方が変わります。有声音や母音に合わせて、Z という発音に変わります。dog, dogs, pencil, pencils, boy, boys のようになります。それから、同じく子音ではあるんですが、S とか、チュッチュッって終わる読み方がありますね。で、綴りで言いますと、S とか X とか SH、CH で終わる名詞なんですけれども、この場合は、口で整えてみたらわかると思うんですけれども、そのまま、S とか、S、シュスってちょっとなんか言いにくいですよね。ですので、ES を綴り字をつけまして、読み方を IS とするんですね。これで、Glass, Glasses, Box, Boxes, Dish, Dishes, Watch, Watches、のようにするわけです。それから、今申し上げたものの、まあ、有声音のバージョンなんですが、SE とか GE で終わる名詞というのがあります。ただ、この場合はもともと E というのが語末にありますので、つける語尾は ES ではなくて S です。そして、読み方が IS となります。Nose, noses, bridge, bridges のようになります。それから、シンジプラス O で終わる名詞というのがありまして、これは ES をつけます。ES をつけて、ズって読むんですね。Hero, heroes, potato, potatoes, tomato, tomatoes となります。これ実は、もともとの単数形が、O で終わっていますけれども、この O が長音の読み方、O なんですね。で、もしここに S だけをつけてしまうと、この O の文字が単音の読み方に変わってしまうんですね。それを避けて、長音の読みを保つために ES を綴って、O's とするわけです。それから、S、もしくは FE で終わる名詞というのがありますけれども、こちらは F を V に変えて、それに S をつけます。で、発音は Wz となります。Knife, knives, wife, wives, leaf, leaves, wolf, wolves のようになります。続いてこちらは CH プラス Y で終わる名詞です。で、このパターンというのは動詞の S がつく形にもありましたけれども同じなんですね。Y を I に変えて ES をつけて Z と読みます。Story, stories, city, cities, lady, ladies のようになります。で、どうしてそうなるかっていうのも動詞の場合と同じで、ギリシャ語由来の語以外では英語では語中に Y を綴る習慣というのがなかったんですね。ですので、ストーリーズという時にも、Y のまま YES とすることはできないんですね。もちろんこれ、E がなくて YES と綴ってもダメなんです。語中に Y を入れるっていう習慣が、もともと英語になかったですからね。ただ、J という文字が、もともと英語にはなかったので、J と綴るべきところも、I と綴っていて時期があったので、母音字プラス I プラス母音字という時の I は J とみなす習慣がかつてあったんですね。ですから、今 C 音字プラス Y と申し上げたのは、母音字プラス Y の場合は、これも I に変えちゃうと今の母音字 I 母音字というパターンになりまして、これは古い英語の習わしでは、真ん中の I は J とみなすという習慣があったので、それはまずいと。いうことなので、現代英語でも、ボーイのような、母音字プラス Y の場合は、IES にはしないで、そのまま S をつけるという仕組みになっています。それから、S や ES 以外の語尾をつけて複数形にする名詞というのがあります。いくつかあるのですけれども、まあ、この動画入門編ということなので、まあ、入門レベルの単語で言いますと、代表的なものがチャイルドですね。これ、母音も変わりまして、発音が変わりまして、単数形チャイルドなんですが、children という風に読み方も変わります。ren という語尾がついて、元の部分もチルドに変わってチルドランですね。語尾をつけずに母音を変化させることによって複数形にする名詞というのもあります。例えば、man, men, woman, women, foot, feet, tooth, teeth, mouse, mice のようなものがあります。
最後のマウスの、まあ、ネズミですよね。複数形のマイスなんですが、母音の変化だけでなく、綴りが SE から CE に変わってます。これは SE のままにすると、動詞の rise とかありますけれども、ISE は eyes って読んでしまうんですね。有声音に変わってしまうので、それを無声音のまま保つために C に変えて mice としています。そして、単数形と複数形で同じ形を用いる名詞というのが一部にあります。よく単複同形なんて言いますけれども、fish, fish, sheep, sheep, carp, carp などがあります。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録をしていただけますと幸いです。概要欄で文法能力開発のご案内をしております。どうぞよろしくお願いいたします。